クイーンメリー2、クイーンメリー2、クイーンメリー2、RMS クイーンメアリー2、QM2 はイギリス戦績のクルーズ客船。総トン数148,528トン、全長345メートルという船体は2003年の建造当時、客船としては史上最大を誇った。カジノやスポーツセンターをはじめとして、プラネタリウムまで備える様子はしばしば、 洋上の宮殿と形容される。客室は全部で1310室あり、そのうちの1017室が海側に面している。クイーンメリーには、キュナード社の現時点でのフラッグシップであり、定期的に都洋公開を行っている。1969年から2004年まで、キュナード社のフラッグシップを務めたクイーンエリベス2の後継として建造され、それまでクイーンエリザベス2が担っていた。 大西洋航路を引き継いだ。ちなみに、1936年から1967年まで、同航路を公開していたのが、クイーンメリーにが名前を受け継いだ初代クイーン、メリーである。クイーンメリー2の感染窃盗 GRMS はもともと、ロイヤルメールスチーマ、英国郵便機船の略であったが、仙台クイーンメリーとは異なり、 ディーゼルエンジンとガスタービンエンジンによ統合電気推進を採用した2号では、ロイヤルメールシップの略称とされる。船名の略称としては、QM2 が用いられ、2は、2と発音される。日本語では、クイーンメリー2世との表記も広まっているが、クイーン、メアリーザセカンドでないことを考慮すれば、クイーンメリーにとするのが適切である。従来のいかなる船より大きな船を、 21世紀の豪華客船建造計画は1998年にキュナード社を買収したカーニバル社の CEO ミッキー・アリソンのそんな考えが発端だった。アリソンはこう述べている。この船を作るためにキュナード社を買収したんだ。逆じゃない。1998年6月、キュナード社は 従来から進めていた総トン数8万4千トンの2千人乗り新型客船の設計を完了したが、出来上がった案は、カーニバル社のデスティニー級客船、総トン数10万トンや、ロイヤルカリビアン社のボイジャー・オブザズ、同13万7千トンと比較して小さく、この計画は破棄された。六ヶ月後の1九9八年十二月十日、キュナード社は、クイーン・エリザベス二の後継建造という、 クイーン・メリー計画の詳細を公表。入札には、タイタニックなどで知られる北アイルランドのハーランドウルフ社、ノルウェーのアーカー・クバナ社、イタリアのフィンカンティエリ社、フランスのアトランティーク造船所が参加した。建造が順調に進んでいれば2002年までに収益できるはずであったが、受注業者がアトランティーク造船所に決まったのは2000年11月6日ことであった。 このアトランティーク造船所は、キュナード社のかつてのライバル、ジェネラルトランスアトランティック社のノルマンディーとフランスを建造した造船所である。建造は2002年7月4日に、フランスのサンナゼールで始まった。約3000人の熟練校が延べ800万時間を作業に費やし、設計から偽装までを合わせ、約2万人が何らかの形で携わった。造船所では、 あまりに巨大なクイーンメリー2の作業を1.6隻体制でいった巨大な船体、堅爛な内装、外交船として要求される、堅牢性。こうした要因により、鋼鉄の使用量は一般的な客船と比して40%ほど多い。クイーンメリー2は2003年3月21日に浸水し、 9月25日から29日と11月7日から11日の2度に渡り込みが行われた。その4日後の11月15日、最終段階にあった建造は、思いもよらぬ事故より水をかけられる。作業員と招待されたその家族約30人が、作業用通路を歩いていた際、通路が突如崩壊し15メートル下に落下したためで、ある。この事故で、計22名が負傷し、 子供を含め16人が死亡した。このような不幸な事故が起きたものの、建造自体は予定通り完了した。2004年1月8日にイギリス女王エリザーベス2世によりクイーンメリーにと命名された。2004年1月12日、テロリストに対する限界体制の下2620名の乗客を乗せたクイーンメリーにはイギリスのサウサンプトンを出港し、 アメリカ合衆国フロリナを目的地とする諸女,女公開行った。7月4日、アメリカ独立記念日に際し、ニューポートに寄港した。8月13日から始まったアテネオリンピック開催中には、アテネのピレアスに2週間停泊し、水上ホテルとして、イギリス首相、トニー・ブレア夫妻やフランス大統領、ジャック・シラク、元アメリカ大統領、ジョージ・ブッシュを迎えた。 2006年1月、クイーンメディには、南アメリカ一周公開を開始したが、フォートローダーデール執行に際し、傍聴壁にスクリューが衝突し損傷した。これにより速力は低下し、目的地ブラジルリオデジャネイロに向かうまでの飛行地の一部は、通過を余儀なくされた。乗船を待ち焦がれていた客の中には、座り込み抗議を行う構えを見せていた者もいたが、 キュナード社が払い戻しを申し出たことにより事態は収束へ向かった。船は本来の速度を発揮できぬまま航海を続け、旅程の一部は変更となった。損傷が完全に復帰したのは6月にヨーロッパに寄港し、カンドックでのスクリュー解体修理が終了した11月のとだった。並行してスター・プリンセス火災事件後に発行した新規制を遵守するため、 船内のすべてのバルコニーにスプリンクラー設備が設置された。また、視界工場を目的として、ブリッジの左右が2メートルほど拡張された。南アメリカ一周公開を終えた2006年2月23日、クイーンメリーにはカリフォルニア州ロングビーチにおいて、初代クイーンメリーと対面した。小型船体にエスコートされた女王たちは汽笛を鳴らし、交換した。 その音は街中に響き渡るものであった。クイーン・メリーニに,に乗船した有名人や品格としては、イギリス女王エリザベス二世、エディンバラ公、フィリップ、ブレア首相、ブッシュ元アメリカ大統領、ミュージシャンロッド・スチュワート、ジャズピアニストデイブ・ブルーベック、不動産王、ドナルド・トランプなどが知られている。 2007年1月10日より、クイーンメリーには収益来発となる81日間世界一周クルーズを行っている。また、2月20日には、両船のクイーンエリザベス2とシドニー湾で顔を合わせた。キュナード社のクイーンシップがシドニーで一緒になるのは、兵員輸送船として使用されていた初代のクイーンメリーとクイーンエリザベスが経験した第二次。 世界大戦中の1941年も出会った。午前5時42分という早朝の到着にも、かかわらず、シドニーでは多数の見物人がクイーンメリーにお見ようと詰めかけた。このため、当局はシドニーハーバーブリッジとアンザックブリッジを一時封鎖するに至った。1600人がシドニーで下船し、キュナード社は今回の気候が地元に与える。 経済効果は100万ルを超えるだろうと試算している。クイーンメリー2の主設計はカーニバル社の設計師、ステファン・ペインが担当した。設計にあたり主にクイーン・エリザベス2が参考とされたことは明らかだが、その外観には他の船の面影も垣間見える。一例を挙げると前方に傾斜するブリッジは初代クイーン・メリーを思わせるデザインとなっている。クイーン・メリー2の 第七甲板には、プロムナードデッキ、遊歩甲板がある。開放式ではないので、全速高効果であっても強風にさらされることなく、乗客は断潮に強じながら船を一周することができる。海上人命安全条約の基準では、救命ボートを船体下方に設置することを要求しているが、外観の向上や嵐の際に襲いかかる北。 大西洋の大波がもたらすボートの損傷を防ぐといった点から、クイーンメリー2では例外が認められた。選手にはバルバスバウが採用され、増波抵抗の低減や速力向上、燃費の効率化に寄与している。また、クイーンメリー2の推進機は電気式で推進方向を変えることが可能で、舵を必要としない。推進機は電動のポット式で4機ある。 客船で推進機を4機備えるのは以来である。前の2機は固定されているが、後ろの2機はアジマススラスターで360度方向を変えることが、切る。選手には、バウスラスターが3機装備されている。ゼネラルエレクトリック社の LM2500、ガスター便式発電機とディーゼル機関で発電する。この電気推進を採用したことにより、従来の船舶のような、 長大な伝達軸が不要になり、船内の機器配置の自由度が増した。また、ディーゼルと比較して、黒煙等や窒素酸化物の大気汚染物質排出が少なく、振動の少ないガスタービンを主機とすることにより、居住性も向上している。各推進ポットのスクリューは、飛行機のプロペラのように進行方向に対して、前方に装備されている。 アジマススラスターを備えることによって大きい船体ではあるが、銃の同規模の船舶と比較して大幅に操船性が向上しており、離接岸時にタグボート等の支援を受けずに、離接岸が可能である。なんとなく、ズングリとした煙突の外観は、設計最終段階でなされた変更によるものである。当初のデザインでは、エンジン改装後のクイーン・エリザベス2に似たものになる。 予定であった。変更の理由は、原案では、ニューヨーク市にある、ベラザノナローズブリッジを通過することができないと判明したことによる。実のところ、変更後の現状でも、橋梁の下場とは3メートルほどしか余裕がない。外国の主要気候地の橋に合わせて設計が、見直されたのは、イギリス戦では、キャンベラに続き2件目である。クイーンメリー2の船体に対応できない港湾では、 乗客の乗り降りは専用船を用いて会場で行う。この船は航海中、上甲板の釣り柱に救命ボートと並んで収納される。クイーンメリー2のロビーや通路、階段などでは16カ国総勢128人のアーティストが制作した5000以上の作品が人々の目を楽しませる。この中でもブリタニアレストランにあるバーバラ・ブロークマン作の大型タペストリーと グランドロビーにあるジョン・マキーナ作の銅板壁画が著名である。校舎の壁画は初代クイーン・メリーのメインダイニングルームに飾られていた壁画をモチーフに作成された。クイーン・メリーにでは随所に配置の工夫が見られる。通常、ガスタービンエンジンとディーゼルエンジンを併載する船では船底部にガスタービンとディーゼルを並べて設置すること関連だが、クイーン・メリーにでは 煙突直下に防音区画を設けその中にガスタービンを配している。こうすることで燃焼時に酸素を多く消費するタービンへ吸気するダクトを最上甲板化下ろす必要がなくなり、船内の居住空間をより広く取れるようになった。また、クイーンメリー2のメインパブリックルームは船の下部に位置し、客室は上層に配置されている。この工夫によって、 人気の高いプライベートバルコニーを備えた船室の数を多く確保することに成功した。さらに、レストランもなるべく髪型に設けることで、全速航行時にスクリューから生じうる不快な振動を食事中の乗客に可能な限り感じさせないよう配慮した。乗客が立ち入ることができる最下層の第二デッキには、史上初の洋上プラネタリウム、イルミネーションズや劇場、 グランドロビー、エンパイアカジノ、ゴールデンライオンパブなどがある。第3から第6デッキは主に客室で、第8デッキには、トットイングリッシュレストランや、美容サロン、世界最大規模の船内図書館が用意されている。予約時に支払った運賃に応じて乗客が利用する、レストランを区分することに対しては、オーシャンライナーとしては当然なものではあるが、クルーズ船として考えた場合、 船を分割するものだという批判の声もある。クイーンメリー2のメインダイニングは、船室等級 a a d 8の乗客には、第2、第3デッキに位置する、ブリタニアレストラン、P1 から3の乗客には、第7デッキのプリンセスグリル、Q1 から7利用者には、同じく第7デッキのクイーングリルがそれぞれ指定されており、これは、クイーンエリザベス2でも同様であ、 クイーンメリー2ではさらに、プリンセスグリルと、クイーングリルの利用客に対し第11デッキ後部に、ジャグジー付き専用区画が設けられ、差別化の傾向が強まっている。ただし、これ以外のレストランやバー、各種施設については、原則的に、選出等級で利用を制限されることはない。二0十六年六月には一億三千二百万ドルを、当時、客室の増設、改装、 ラウンジやレストランのデザイン刷新、ペット室の増設、絨毯の新調等の大規模改装を実施。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。